こんにちは。こんにちは。さて、野球が真っ盛りでまだ始まってすぐさていや真っ盛りで、はい、まあ全日本をはじめとして、うんうん、まあ、ソフトボールが金メダル取ったりだとか、はい、今高校野球でね続々と県の代表校が決まってますよね。そう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 、まあ今日はセカンドチャンネルで、はい、まあお互いの母校が出ることになったんだよね。奇跡ですよね。奇跡だよね。なんかお互いがその常連校っていうわけではなくて、そう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 、豊さんの母校の高川学園、はい、新田高校ね、愛媛代表、はい、山口代表、ね、何回目ですか？夏は2回目。愛媛新田高校夏は初出場ですね。そういう学校が同時に、うん、甲子園に出場決めるっていうのはすごく奇跡的な話でした ね、それで顔出ししてセカンドチャンネルで喋ってるんで久しぶりになあ、はい、登場しましたから1年ぶりぐらいに、ね、登場したからはい、セカンドチャンネルでまたこれからは出させてもらおうと思ってますので、うん、はい、ぜひよろしくお願いいたします、ね、セカンドチャンネルも覗いてみてください。さてということでということで、はい、今度は豊かのミーティング、はい、これ新しい企画です ね、っていうのは何かというと、うん、まあ次侍ジャパンの2戦目のメキシコ戦がすぐ直後に控えてますが、ね、まあ第一戦のね、はい、ドミニカ戦を踏まえて、まあ反省も含め、まあ戦術やら、まあメキシコに戦に向かってじゃあどうすればいいかということをね、ちょっと俺がもし現場にいるんだったらこういうミーティングをするなっていうようなことをちょっとやっていきたいと思います。はい、はい、そういうふうな内容でまずは打撃編、うん、打撃編ということで、はい、これは前回ドミニカのね試合の時に打った打球方向なんだよね。はい、これはヒットの、まあヒットの打球方向なんだけど、はい、これ特徴的なのが右バッターがセンター返ししてんだよね、うん、はい、青で記したのが右バッターですね。右バッターで、これはまあキャンバス、まあ、これがセンターなんだけど、はい、やっぱりどちらかというと右寄りの方向に打ってるんだよね、うん、それがいい結果をもたらしてるということ、はい、それと吉田、柳田という左バッターがやっぱ流し打ちをしてるということ、うん、それと柳田のこのヒットは、まあ、内野安打にはなったけども、うん、相手のミスと言ってもいいぐらいの、はい、で回は相手のやっぱりミスかな、うん、セーフティースクイズやったのをフィルダースチョイスと内野安打がついた、うん、まあ、それもヒットにしてるんだけどね。で近藤は村上は引っ張ってるんだけど引っ張る原因があるんだよね、うん、だからそれをちょっといろいろこう次のメキシコ戦に向かってどういうふうに打っていけばいいかということ、はい、でポイントはポイントはねヒットにしたカウントをちょっとこう見てもらいたいんだけど、はい、これ赤い印をつけたのは早いカウントでやっぱり勝負してるんだよね。はい、でこれノーボールワンストライク、はい、こういうことまあヒットにはしてるんだけども、はい、外国のピッチャーって結局ボール球をできるだけ使わないということ、動かしてきてどんどんストライクを投げてくる、うん、だから普通ねワンストライクを日本のピッチャーって組み立て的には臭いボールで誘ってくるとかそういうのがあるんだけど、外国のピッチャーってどんどん攻めてくるということ、うん、それをやっぱ少し考えてほしいということ。なるほど。だから積極的にいかないと追い込まれてからはやっぱほとんど打ってないということが言えるんだよね、はい、まあ打者にとって不利なカウントになっていくということですよね。そう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 、うん、で近藤村上、近藤はまあ例えばここに打ってるよね、はい、これは3ボール1ストライクからうん、これは自分の狙った球をやっぱ強く叩きたいということでバッて打ててる、うん、で村上っていうのは追い込まれてる、はい、2エンド2ということ、はい、低めの少し動くボールに対してライト前を打ったという、はい、そういうふうに打てればいいけども、うん、やっぱ速いカウントの時は速いカウントの時、まあ、例えば山田とか坂本、はい、まあ、坂本選手なんで初球ですよね。そう初球だよね、とか、まあ、柳田もそうなんだけど、うん、引きつけて反対方向に打つ、これがやっぱりヒットを生む、うん、要因にはなってるよね。はい、じゃあカウントの早いタイミングで
打ってほしいという、打ってほしい、積極的に打ってほしいということ、うん、はい、でこの前見てるとやっぱ硬さからかやっぱ初球ファーストストライクっていうのはほとんど打ってないんだよね。うん、だからそういう意味では積極的に今度は行ってほしいなっていうふうに思います。はい、でまずはゾーンを上げてほしい。はい、ストライクゾーン、ゾーン、はい、でここの低めのゾーンはやっぱりね変化が大きい、うん、沈んだり曲がったりとか、うん、だからやっぱこう目付けは上、ゾーンを上げる、はい、ここら辺に目付けを持っといてほしいということ、うんうんうん、それとゾーンを上げるね、はい、で目付けはこの前ね台湾のおそらく審判だったと思うんだけど、はい、国際審判に珍しくインサイド取ってんだよね。はい、体に近い方のストライクを取ってた、うん、普通は国際審判員って外が広いんだけども、はい、そんな話ありますよね。あったよね、外広めっていう、そうそう、はい、だからやっぱり引きつけて外を打つんであれば右バッターはここら辺に目付けをしてやっぱ積極的に打ってほしいということと、はい、右バッターでいう外ですよね。そう、はい、左はやっぱりここら辺をマークしといてほしいということ、はい、で反対方向に打つとなおかつヒットにこういうふうになりやすいということだよね、はい、だからそういうことを頭に、打席に入ってほしいなっていうふうに思います、はい、で特に流すだけじゃなくて左バッターは、はい、全選手なんだけど、うん、センターをこう真ん中にしてやっぱこっちの方を意識してほしいという、うん、で右はセンターを意識しながらこっちを意識してほしいという、だからまあ逆方向がやっぱポイントになってくるかなという、うん、で早いカウントの時ってどんどんインサイドに来るということはまず外国のピッチャーではない、うん、だからそういう風な目付けをしてほしいと。なるほど、はい、はい、で次に戦術という風にちょっと戦術はですね打つ方向をやっぱ考えてほしいということ、はい、でツーアウト、ノーアウトランナーセカンド、うん、もしくは2、3塁とか、はい、そういう時に打つ方向、右打ちをするっていうことはみんな分かってると思うんだよね。やっぱり右に打った方が得点になりやすいということも分かってるし、はい、そして右打ちが不安だと、でやっぱりどんなピッチャーが来るか分からないっていうことを考えると、はい、やっぱりすごく打席で不安だと思うんだよね、うん、そういう時は積極的にセーフティーバントだとかそういうことでベンチからそういうサインが出なくてもやっぱり右方向にプッシュバントするとか、うん、セーフティーバントするとかそういうことをやっぱりちょっと考えてほしいな。やっぱベンチって選手を信じるからやってくれるだろうっていうふうに思ってるの、うん、だけど自分の打席の気持ちの中では不安であれば、はい、そういう戦術を取ってもいいよという柔軟性を持って打つ方向を遂行してほしいということね、うん、もう要するに方向は第一条件というか一番大切なところということですね。そうそうそう、はい、で次に相手の隙、はい、でこの前もあったけどさ山田がフォーボールに出て坂本が送ったシーンなんだけど、はい、あれクイックのタイムって 1.6 秒ぐらいかかってんだよね、うん、ドミニカのピッチャー ね、はい、で 1.6 秒かかったらさ山田の足だったらもう楽勝にセーフなわけ、うん、まあ、大概の選手がセーフになるぐらいのタイミングで投げてるわけね、はい、そういう時はやっぱベンチも考えなきゃいけないということ、うんうんうん、バントのサインを取り消し走らせてから、走らせてから送らすとか、うんうんうん、そういう臨機応変変化というか変更ができないとやっぱこう接戦を制するに厳しくなってくるということ、うんうん、だから相手の隙そういうものをよく観察しててほしいし癖も観察しててほしいということ、うん、だから一球一球でサインが変わる可能性があるよというようなことなんだよね、はい、それに準備をしといてほしいということ、はい、で準備というのはまあこういう準備も必要なんだけど準備というのはベンチにいる選手、はい、これもすぐ出れるように、うん、やっぱ心の準備だとか体を温めておくとかまあこういう暑さだから温まってるとは思うけど、はい、準備をいい準備をするということもういつ言われてもさっと動けるように、うんはい、だからいい準備のいい仕事する裏にはやっぱ必ずいい準備っていうのが必要だから、うんねはい、だから心も全部気持ちも
ゲームに乗っとくということが大切だよね。そうすると一つ余裕も生まれます、ね、もちろんもちろん、はい、で審判の癖で、この前はすごく戸惑ったと思うんだよね。え、これがストライクっていうのがストライクだったし、はい、でそれは審判の癖があるんだよ必ず、うんうん、この前はインサイドを取った、外はあんまり取らなかった、はい、厳しかったんだよね、はい、これからはどういう審判が来るかわからない、いち早く癖を見抜くということ、それを有利に働かせるということ、うんうん、これは全部の選手が共有してほしいということね、うん、傾向はこういうふうにあるよっていうことをすぐ伝達事項で知らせてほしいということ、うんね、でこれはまあ日本を知る選手、これはピッチャー特に気をつけなきゃいけないのは、はい、あ、はい、ソリス投手、はい、元 DeNA、はい、でペーニャ内野手元広島、はい、ナバーロ内野手元阪神、はい、メネセス、はい、外野手元オリックス、はい、やっぱこういう選手っていうのはやっぱこうアンテナがあるよね多分日本に、まあ、もう全く知らない国の選手を見るっていうわけじゃなくなってますもんね、うん、ないし気候も知ってるし、はい、ね、相手が、うん、まあマー君が多分先発するんだからマー君のことは多分知らないとは思うけど、はい、だけどやっぱりこう要注意人物になってくるよね、うん、日本を、はい、知る選手っていう、はい、まあ、これだけでだから要注意だよこういう選手はね、うんうん、だから内野手なんか打球方向なんかよく知ってるかもわからないし、うん、やっぱもうデータも集めてるという、はい、ことをやっぱ考えてた方がいいしね、うん、でドミニカもそうだったんだけど結構大きくシフトを変えてくるんだよね、うん、打者によって、はい、だからデータは結構持ってるということ、はい、で最も警戒する選手、はい、エドリアン・ゴンザレス、ただ39歳だからさ、まあ、ファーストぐらいしかできないのかなっていうふうに思うけど、うん、で動けるのか動けないのか全然わからない、はい、ね、だけどメジャー通算2050アンダー、うん、317本の本塁打、はい、でこれはやっぱりピッチャーは要警戒しておかないと、はい、まあ一発食らうということだよ、ね、もうあのベテランなので、うん、いろんな経験も豊富でしょうし、そう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 、いろんなピッチャーとも対戦しているでしょうし、うん、まあ、こういう選手を警戒しながら、まあ、打つ方向、相手の隙、準備、審判の癖だからこう感じ取らなきゃダメだよね、うん、やりながら感じ取られたら取ることができたら、はい、勝てる、うん、間違いない。だから特に相手の隙はドミニカも見たけど隙だらけ、それを打つ力だとか、はい、パワーだとかそれはすごいものがあったけども、うん、やっぱ隙は作ってくれるから、はい、だからそこの隙に乗じて攻め込むということ、はい、うん、だからまあそういうことが大切かなっていうふうに思うね。じゃあまたこの次は2戦目ということで、うん、まあ初戦の硬さも取れ、1戦目で感じた課題や何かも生かし、うん、生かしね、まあ、より良い試合が、まあそうなっていくと、はい、やっぱチームが一つにどん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 なっていくだろうから、うん、それと福島から、まあ、横浜に移動してるはずなんだよね、うん、はい、でやっぱりこうみんなで行動する時間が増えれば増えるほどやっぱり気心も知れて、うん、まあ、輪になる力もあるだろうから、だからなんていうのかな、絆、まあ、そういうものを大切に、まあ、戦ってほしいという、はい、まあ、やっぱりやりながら感じることが大切だよね、うんうん、ベンチも含めてね、なるほど、まあ、そういう戦いができれば絶対大丈夫、メキシコには勝てる、うん、もう今みんなは侍ジャパンの皆さんもずっと行動を共にして、うん、いろんなことが行われてるんですか。あのね、アテネ行った時海外だったから、はい、外に出ることってなかなかなかったんだよね、うん、でまあ、ここ自由にはしてたんだけどさ、はい、まあ、ホテルに我々は泊まった時にバーとかあったりとか、うん、だから深酒はしないまでもなんかたしなむ程度に、まあ、お酒を飲みながら話したりだとか、まあ、それはチームメイトでもちろんもちろん、はい、ただ今コロナで、うん、そういうこともできない、うん、であんまり集まって密になるとまたこれも怖いということで、うん、でその時『24』っていうドラマが入ってたんだよ ね、はい、ね、うん、あの DVD をあれ相当長いからさ、はい、それを持ち込んで、まあ、何人かで数人で見たりだとか、はい、まあ、プールがあったからプールで泳いでるやつもいたし、うん、だから、まあ、ここそれぞれ、
まあその時間の使い方はフリーなんだけど、はい、でもやっぱ相当コロナという影響もありストレスが溜まってるはずだよね、はい、うん、まあそのストレスはゲームで発散してくれると嬉しいです。はい、それがまた勝ちという結果につながるとそのストレスもかなり軽減されますね。そうだね、はい、はい、期待してます。はい。